は見たっつってんだろ。触るんじゃないわよ。てめえいい加減にしろや。人殺しよ。お前やめろ。何すんだよ。あんな弱いおばさんをいじめて楽しいか。そうじゃねえんだって。どうしようもない不良だな。もっと他のことができんのか。あのばあさんが悪いんだって。誰か警察を呼んでください。警察ですか。駅前で高校生がおばあさんに暴力を。だからちげえんだって。聞いてくれよ。恐ろしい。きっとこいつの家庭は貧しくて金欲しさにおばさんを襲ったんだな。ひどいことするな。もういいって。皆さんよく聞いてください。え？この子が全てを話してくれました。どういうことだ。私の切符を奪ったんです、このおばさんが。え？それで五十嵐くんが代わりに取り返そうとしてくれたんです。そうだったのか。ひどいババアだ。おめえらもひでえだろ。は？は？すぐに周りの言葉に流され、批判していたら批判する、そして称賛していたら称賛する。群れでしか動けない弱い人間だ。見た目だけで悪だと決めつけ、寄ってたかって言葉の暴力をぶつける大の大人が、なぜ本質を知ろうとしない。彼の言葉になぜ耳を傾けなかったんですか。言葉というものは便利なものです。だけど時にナイフより尖った武器となり、人を簡単に殺してしまう。彼に心から謝罪してください。ごめんなさい。申し訳なかった。俺はいいっすけど、二度と誰にもすんじゃねえぞ。はい、分かったよ。ちょっと待て。あんたは犯罪ですよ。警察に行きましょう。チュー。